柴原中春は、日本中央競馬会所属の元騎手、調教助手。1999年、JRA 競馬学校に、騎手課程第18期生として入学。2002年に、騎手免許取得し、立東の田中昭宏厩社からデビュー。初騎乗は、同年3月2日、中京競馬第1競争での成果アップ。初勝利は、同年3月17日中京競馬第6。 競争の優勢プライム。デビュー年は19勝を挙げ、関西放送記者クラブ賞を受賞する。翌2003年は、自身最多の31勝を挙げ、フェアプレー賞も受賞するなど躍進。2004年は全日本新人王総派選で、JRA 所属騎手として初優勝したが、以降の成績はやや伸び悩んだ。二千六年十月二十一日付で、田中明9社から離れ、 フリー騎手となった後は、コンミツグ級者の管理場への騎乗が中心で、その他に師匠である、田中昭弘の父、田中良平級者所属だった、おとなしい秀高級者などの管理場への騎乗が見られる。2008年はわずか一勝に終わったが、2009年は、コンミツグ級者所属場への騎乗機会が増え、勝利数も8勝と持ち直した。2012年2月29日付で騎手を引退し、 角田孝一旧社で、調教助手となった。ありがとうございます。